星巡りなんて歌はなんか今聞くとすごく恥ずかしいような気がするんですけれども、自分で書いた詩だけになんかすごい幼かったんだなみたいな、そんな気がしますけれどもね。でもとても懐かしい歌でしたけれども、今日来てらっしゃる方たちね、ちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれども、あなたはどんな歌が好きですか？池上さん、僕ですか？僕は千歳橋がいる。千歳橋、あ、どうもありがとうございます。千歳橋って言うと、あの辺行ったことありますか？行こうとは思うんだけど暇がなくて。そうですか。そうですね、とてもいいところですので、ぜひ一度行ってみてください。そんなわけで久しぶりにまた千歳橋へも行ってみようかななんて思ってますけれども、別に名所巡りをやってるわけじゃないんですけれども池上線千歳橋、続けて聞いてください。